自分と兄弟のように育ったいとこの話。いとこは、真面目で仕事もできて、家庭も大切にする、非の打ち所のない人間だった。だが、いとこの元妻は不倫にはまり、いとこと離婚。子供の親権も奪った上で、その不倫相手と結婚した。いとこは、元妻、不倫相手の双方から、きっちりと慰謝料をもらったが、養育費は、子供の権利だからと、毎月十分な額を送金していた。しかし、元妻は、当然子供に会わせない。いとこは、何度も子供に会わせてほしいと、元妻に訴えていたのだが、子供が会いたがらないからと、元妻は拒否。元妻は、子供に、いとこが不倫をしたために離婚をしたと伝えていたようで、子供が二十歳の誕生日を迎えた時に、いとこに対する恨みつらみと、これでもう縁が切れることを嬉しく思う。といった内容の手紙が届いた。そこから、いとこの落ち込みようはひどいもので、家族や友人たちの支えがあって、数年経って、ようやく落ち着きを取り戻した。それからほどなくして、いとこのもとへ、突然子供が訪ねてきた。何でも、交際相手がそれなりのお家柄だったらしく。身辺調査をされ、その結果、元妻の不倫が明るみに出てしまい、そんな母親のいる家の人間とは付き合えないとなったらしい。いとこ子供は、そこで初めて真実を知り、慌てて、いとこのもとへ謝罪に訪れたらしい。だが、いとこは、一方の話だけを鵜呑みにし、もう一方と対話しようともしなかったことの、ツケが回ってきただけだ。何もわからない子供の頃ならいざ知らず、成人して縁が切れると喜んで、そこから何一つ視野を広げようとしなかったお前の自業自得だ。それは、自分に謝ったからといって帳消しになるわけではない。手紙に書いていた通り、もう、お前とは縁が切れたのだから、謝る必要もない。と一周。途中まで泣いたすがっていた子供だったが、いとこの態度が軟化しないとわかるや否や、いとこを罵倒し始めた。それを見たいとこ。不倫が明るみになった時の元妻とそっくりだ。さすがは、血のつながった親子だな。と鼻で笑った。それを聞いた子供、顔を真っ赤にしてプルプルと震えながら、逃げ出すように立ち去った。ここからは伝聞だが、いとこ元妻と不倫相手は、子供の縁談がダメになったことで、急速に険悪なムードになり、現在離婚調停中らしい。いとこ子供は、なぜか、身辺調査の結果が、職場や友人たちに知られて、白い目で見られているとのこと。身辺調査らしき人物が、偶然、自分のところへ訪ねてきたときに、いとこの離婚の経緯だけじゃなくて、いとこ子供からの手紙の存在をうっかり漏らしたのが、ちょっとまずかったかもしれない。手紙の件がなくても、親が不倫して、なおかつ、その不倫した側に育てられた子ってことだけでも分かった時点でアウトだっただろうから。あんまり、気に病むこともないかな。